さあ始まりました、上から見なせ。今回は総集編ということで、編集ゲスト2人で過去を振り返っていきたいということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ということで、はい、まあ、2年間今まで上から見なせやってきたんですけれども、まあ、過去を振り返っていこうかと、はい、VTR の方、はい、まあ、年末じゃないですか。そうですね、2014年、はい、で、まあ、そのいろいろ2人のみそぎを落としていこうと。みそぎで合ってます。2人の、まあ、私じゃ皆さん、まあ、恥ずかしい場面もいっぱいあったと思いますし。恥ずかしい場面なんかあったかな。ありましたよ、いろいろとね。もう覚えてないでしょ、2年前のこととか。全然覚えてない。覚えてない。じゃあそれをちょっと見ていって、あんな恥ずかしいこともあったね、こんな恥ずかしいこともあったねっていうのを覚えて帰ろうみたいな企画ですね。誰のために？何のために？あなたのためです。今後のつなげるために、はい、頑張ります。じゃあ最初はですね、記念すべきシャープ1ですね、はい、第1回目、見ていきたいと思います。はい、はい、というわけでやってきました、キング世田谷さんに。はい、どうですか、この我々、秘書本ウェブ TV 班考えた素晴らしい企画。あ、素晴らしい。50万円勝てば、ね、勝った上にカジノに、そのお金じゃないですよね、はい、自分の資金じゃないですよね。いや、そこはちょっとね考えさせていただきたいんですけども、まあ、でもマカオに行けて、マカオロケもあり、うん、そうですね。果たしてまあ50万円で、スタッフの旅費も込みですからね、それちなみに遊べるのかっていう。マカオっていくらなのかちょっと分かんない。そうですね、その辺のリサーチ全くしてないんで。ホテルによりますね、それは。はい、まあ、今日どうしましょう、何言っちゃいましょうかね。今日あれなんです、寝台導入日なんですよね。そうですね、麻雀物語と、はい、ガレーゼロと、はい、ドキッとピキニッピキニッパこの辺のね、ラインナップがもう時代をね、象徴してますよね。なるほど、その辺で攻めて。あんまり言ったことないんですけど、まあ、この番組ね、まあ、サクッと切り上げるんで。え、いや、こんなことはちょっとあんまり実践時間早い放送で言っていいのかわからないですけど、はい、まあ、サクッとやって、まあ、どれだけちょっと楽をしてやろうかって私思っておりますんで、テロップもあんまり乗らないかもしれないです、ひょっとしたら。え、テロップ乗ってるの見たい人はニコニコ生放送にボランティアスタッフでテロップ使った方いっぱいいらっしゃるんで、まあ、そっちの方ぜひご覧になっていただければ。決して手抜き番組っていうわけではないです、ね、ないですよ、はい、そういう狙いです、狙い、あくまで狙いです。わかりました、はい、それでですね、はい、まあ、目標50万円ですね。はい、50万円なかなか壁が。いや、まあ大丈夫ですよ、皆さんであれば。あ、でもこの番組あれですよね、パチンコもスロットも両方打っていい。そうなんです、そうなんです、パチンコとスロット両方打って構わないんで、合わせてですね、どっちも駆使しながら。パチンコなら任せてください。出ましたね、早速未だに言ってることですね。もうライターとしてはって、もうシャープ1でそんなこと言っちゃダメでしょう。あ、わかりました、はい、まあ余裕だと思うんですよね。え、まあ、なんだったらシャープ2もマカ飛んでるかもわかんないですね。ちょっと待ってくださいよ、ひょっとしたら。1回につき万枚じゃ足りないってことですね。2万5000枚今日の目標2万5000枚で、投資が1000円で2万5000、50枚ぐらい。そうですね、投資分も開始しなきゃいけないんでちょっと新感覚の番組で、見てる側の方もこれどうなんのって思ってるかもしれないですけど、はい、なるだけ皆様が笑えるような番組を作っていきたいと思いますので、はい、どうでしょう。いや、どうすかねこれ噛み合ってないです、最初から。はい、というわけで行きましょう、行ってみましょうイエーイイエーイ、マカオ、マカオグダってますねグダグダ。はい、というのがシャープ1のオープニングなんですけれども、オープニングに触れる、はい、いや、なんか皆さんテンション高かったなと思って。あー、やっぱり一発目だからじゃないですか。いろいろツッコミどころが多すぎて、まずパチンコ打ちたい発言。はい、なんで普通じゃないですか。普通ってだって今すごいですよ、北斗めっちゃ張ってます、北斗シックス。スローライターですから、はい、皆さんね、スローライターなんで、スロットの方で頑張ってほしいんですけど。いや、頑張ってた結果こうなっちゃった。あ、こうなっちゃったどうなっちゃったんですか。だからこういう結果です、後で見ると思います。ああ、はい、結果、終始のね、はい、終始の結果の方もちょっとお見せしながらやっていきたいと思うんですけども、はい、まあ、見たことない方もいると思うんで、まあちょっと順繰り順繰り。いや、上から見たんですよ、一回も見たことない。見たことないで総集編見る人います？総集編だけ見ようって人いるかもしれないです。いや、いないと思う、かいつまんない
いや中にはいると思います。あ、そっか、今まで見たことなくてちょっと見てみようと思って、そうですね、はい、これが一番分かりやすいかなって押したら分かりづらかった、ね、じゃあ続き見ていきましょう。はい、まだ見るんですかこれ。シャープ1覚えてます？シャープ1多分刑事打ってますよね。うん、刑事打ってます。でそれぐらい覚えてます。それぐらい覚えてます。なんか中段チェリー引いた。そうです、極めチェリーを引くんですよ皆さん。はい、はい、ただそれだけ。いや、それだけって言うなよ。これから見る人もいるんだから。まだ結果知らない人もいるんだから。その極めチェリーを引いてどうなったかっていう場面、じゃあ見ていきましょうか。あ、はい、多分どうにもなってないと思う。いや、だから言うなって。見たことない人も、シャープ1だけ見たことない人もいると思う。わかりました。はい、ないですね。ないですね。あ、どう、あ、ちょっとまだわからなそうですね、これが。これも押した。おー、来たー、来ました。これでスイカがそれますね。おー、揃いましたね。えらいとこで来ましたよ、皆さん。極めチェリー、これはなんかどえらいことになるんじゃないですか。押しますよ。はい、押しましょうか。はい。あれ、ちょっと待って、ここはこういうものなんでしょうか。でしたよ。こういうものなんでしょうかって言ってました今。言ってました。こういうものなんだろうかって思いますよね、ちょっとでも。まさか何もないなんてことはないと思いますけど。剣まで行く、はい、もうここで確定ですね。すごいとこまで行きましたね、はい。誰ですかこのお姉さんは。誰だかはちょっと、外国の方かなっていう。そうですね、時代が時代なんで金髪の人いないと思うんで。はい。で、ボーナスと。おー、これは、こっちもあるんですか。レグランですね。そうですね、レグランですねっていう感じですよね。ちょっと待って、上乗せはどうなるんですかこれ。これどうなるんでしょうかね。ちょっとどうなんですか、なんで調査してみましょうか。皆さん今調べた結果ですね、はい、白の時中の、極めチェリー、天武の極み、例の、はい、4昨日引いたやつですね、はい。3桁が 75% ループする、まあ、一番すごいテーマの極みですね。の入り口のチャンスゾーンの新修羅の時入り口までしか行けないのか、が確定と。マジですかこれ、はい、通常時引いた方が得じゃないですか。そしたらいや、まあそんなことないですよ。どうなんですかね。なんかだったらガツンと300とか乗ってくれた方が私的には嬉しかった。そうですけど、まあこれからちょっと新修羅の時、新修羅、まあ、見せ場来ましたね。難しいですよ。昨日みたいに簡単にボーナス引ければいいですけど、はい。別にタイはないです。はい、行きました。新種ライス、新種ライス。さあ、これが、最初の、10ゲームは必ず続きますんで、はい、最低が20ゲームですね。この間に、レアやシングルを引くと4つカマンを集めれば。4つは難しいですよね、やっぱり。まあ、必ず4つ集めなくても、まあ、入ることもあります。はい。さあ、ここのレバー大事ですよ、皆さん知ってるんですけど、昨日みたいに大事だと思って慣れたら方が引けるもん。あ、なるほど。ここは知らないで引いちゃう、はい。あ、リプレイしか引けない、赤い。あ、まあシングルで、1個ゲットですね。あと3ゲームに2つ、あ、1つかな。1つですよ、1つしか光ってない。どうだ、ラストとシングル一発ですか。どうですかね、カモンは一つと。そうですね、赤文字、常に赤なんでしょうか。いけいけるかい。一個しかないんだよ。誰君今レディースみたいになりました。いけるかよ。おっしゃいましたね。おってましたね。なんかそれねえ、3桁のせのチャンス。いやー、ひどいですね。というわけで、あの水瀬美香チャンスゾーン下手伝説がここから、あ、こっからか。幕を開けるわけですね。あ、そうか、気づかなかった。で、収支を出しますけど、はい、まあ、結局この大チャンスものにできずに、1回目、まあ、いきなりマイナス発進ですよね、はい、はい。この日がですね、はい、このあとパチンコ AKB 移動したんですね、はいはいはい、まあまあ当たったはずですよ、それは。まあ、ただあんまり面白くなかったらそこは振り返りません。まあ普通に当たった感じです。はい、普通に当たった感じですね。でマイナス29,000円スタートですね。中途半端な負けですね、まだそれも、うん、ガツンと来たかったらもっと負けるんだったら、負けるんだったらガツンと負けないと。
面白くないじゃん。そうですね。じゃあ続き見ていきましょうか。はい、はい、続きましてシャープ3ですね。あ、飛びますね。はい、あんま飛んでないですよ。シャープ2まで2万9000負けたんで、ね、はい、その次の回です、はい、1個飛んだだけですね、はい、1個。皆さんおはようございます。上から水瀬の第3回なんですけれども、水瀬さんがまだ到着しておりません。ご覧の通り、お客さんは並んでおります。これ私のせいじゃないよって言ってたと思うけど。え、私のせいじゃないんですか。事故に巻き込まれたんですよ私。これ事故引かれたんですか。え、引かれたんですか。引かれてないです。事故渋滞に前の事故渋滞に巻き込まれたんです。あ、前の事故渋滞に巻き込まれて到着できなかったと。皆さん誰に送ってもらってるんですか。お父さん。お父さんお父さん焦ってました。みか間に合わないよ。お父さん下打ちしてた。遅れるじゃん。あ、似てるんですね、その辺の性格的にね。すごいせっかちです。あ、すごいせっかち、ね、すごいせっかち。もうすぐ貧乏ゆすりしました。貧乏ゆすりはしないです、うち。貧乏じゃないから。あ、貧乏じゃない。そうですね。お金持ちなんです。実家も金持ちなんです。いやいや今も金持ってるし、実家も金持ちなんです。いやいや、セレブ一家、まあ、セレブ一家ですからね。いやいやいや、あれか、あれか。ここ注目してください。皆さん到着しました。なんか落としますから行きます、はい、行きましょう。拾った、拾った、拾った。拾いましたね。行けるのか。まあまあ、なんて言うんだろう、こう学校に遅れてきた女子高生みたいな、あのいい走り方しましたよね。全然空いてます。どうしよう。昨日出てるように見えて実はそうでもないっていう。まあ過去5日はへこんでます。2年間ずっとこの立ち回りですか。そうです、そうです、この子にします。え、他の番組でも同じ立ち回りですか。無事そうです。水瀬スタイルです。あ、水瀬スタイルなんですね、はい。ただ今日ですね、お財布今見たら2万円しか入ってなかったんでどうにか2万円で。こっから、2万円使って銀行に行くんですけど、うん、こっからですよ。水瀬美香が見せる場面ありますんで。ありました。さすが水瀬美香っていう場面があります。本当ですか、はい。そうなんですよ、ひるちゃん15分の2ですね。あ、15分の2ですか。はい、厳しいです。なので、あの朝から皆さんここで動く。水瀬美香が動いた。2名とも箱を持って帰った台。開けました、ね、どうします。いや、頑張ります。これがなんと6です。さすが。あとで、え、捨ててないですか。じゃない、大丈夫。いや、これちゃんと打ち切ったの大丈夫。気づいてました本人。気づいてました。6ってちゃんと6だって気づいてました。あ、よかった。これは6っぽいって言って。大都は任せてください。大都っ子なんで。大都っ子なんでね、はい。今考えるとこの歌面白いな。いや、もっと言った方がいいですよ。多分大都さん喜びますよ。バカって。だって私大都っ子だと思われてますもん、見てる人。大特攻だと思う。バンジョーやら。大特攻って何ですか。え、大都の騎士ばっかりでした。大都の騎士ばっかりが好きな人。で、まあせっかく6積もったんですけれども、負けましたか。はい、結果2万8000円マイナスで、まあまたマイナスですよ、ここでも。うん、結果がバレてるんですよ。ここまで一気にいきますからね。一気に連敗。一気に、はい、一気にマイナス15万円を突破して、うん、マイナス20万円ぐらいまでいっちゃいますから。はい、はい、じゃあちょっとそこ続き見ていきましょうか。はい、はい、次がね、ガロですよ、ガロ。やっぱガロはワンが一番面白いんですよ、ドラマ。あ、ドラマですか。これ、2期趣味あったっけなと思って、いろいろ考えちゃうし、今。やれるよ。よし。追加同士結構いきましたね、ジャニー。全部で1万4000円使いました。4度目の騎馬チャンスですね、これ。おこれ 80% ループでしたっけ。そうです、帰ればね。ねえ、それが良かった、パチンコっぽくて。あ、帰るんだから。騎馬なし入りましたよ。これまあもう2連チャン目入ってますね。やめてよそれだけはやめて。今までしかもそんなの引いたことがある。この後来ますから。あー、びっくりした。いいか、正面させたい。あー、これは終わって
分かるんですね。すごいですね。で、シャープ6、あ、次ですよ。伝説の回、覚えてます？私、伝説の回一つ覚えてますよ。はい。モザイク事件。モザイク事件。ちなみに、この番組、あの、キング会館さんがスポンサーの、れっきとしたお金をもらって制作してる番組ですが、うん、それを踏まえた上で、じゃあ、その伝説のシャープ6、見ていきましょうか。はい、下のガローの釘、はい、まあ、ガロー打っていて相手だって言いましたよね。なるほどなるほど。ガロいい感じで、まあ、ガローつながりでね、ガローに移動すると、うん、あ、古いこのガロー、パチンコからに、はい、見てください、4万9000発出した人います。うん、あ、こっち5万3000発。あ、もう皆さんテンション上がっちゃって上がる上がるお金大好きだからお金嫌いな人いないからいつも言ってるけど、投資2万5000円で回収0枚、前半では2万5000円負けということで、そこで移動したのは、朝から打ちたかったパチンコガロです。で、後半、パチンコガロで5万発出せれば、38万2000円になるんで5万発出す気ですからね。前回負けたっけパチンコ、でもすぐ当たったんで、まあまあ今回もすぐ当てたいと思います。とにかく適当だな、とにかくプラスに持っていきます。適当だなって、うわ、ない。青です、一番下。はい、ダメだ。もうこれ当たんないですよ。ダメですね、皆さん。ダメですよ、もう。あんたダメだ。あんたダメだ。上から見なせ。はい、終わりましたね。実戦。実戦3。はい、これで終わりです、実戦。嘘？はい、今ので終わりですよ。この回何分ですか、全部で。この回、オープニングとエンディング合わせて4分。スタッフが言ってたの本当だったんだ。実践部分30秒。これは、うん、視聴者の人めちゃくちゃ書かれたんじゃないですか。そう、めちゃくちゃ書かれたんで、ちょっとそのコメントの方ちょっとピックアップしてていいですか。一応まあ YouTube なメインでこの動画流してるんですけれども、過去最多バットの数、バットってありますよね、いいねとかバットとかつけるんですけども、はいはい、バットの数115、はい、グッドの数17。でもグッドが17あるってのは逆に気になりますけどね。これどこが良かったんだっていう。確かに。確かに。謎なんですけど、まあそれ、まあコメントの方ちょっとピックアップさせていただきます。はい、こんなんならするな。するなって何？ガロー。こんなんならアップするな。ああ、アップするな。確かに。もっともです。もっともですね。はい。あと、まあ、シンプルなやつありますね。カス動画。シンプルにその通りだと思います。その通りですね。もうもう反論する余地ないですね。はい、もうその通り、はい、まさにその通り、はい、はい、で、モザイクで30秒だったんですけど、うん、あれ多分言い訳してないからまた意味わかんないだと思うんですよね。それ入れてないのおかしいですよ、うん、なんで入れなかったのかちょっと覚えてないんですけど、うん、まあ、多分大人の需要が多分あったんですけども、時間だったから別にいいかなと思ってまあ言っちゃいますけど、あの時パチンコガロって台映しちゃいけなかったんですよ。あの動画でアップしちゃいけないっていうか流しちゃいけないみたいな、まあその版元的な理由が、うん、まあ今ちょっといろいろめんどくさいこと多いんですけど、この時代それでできなかったんですよね。それで欲しい、まあ事前に調べとけよって話なんですけど。そうなんです、スタッフが全部悪いんです。まあなんですか、そのなんかちょっと桃い香りっていなんで今しっとりした言い方した。スタッフが悪いんですって。私じゃない。はい、ということで、ま、これもまあまあいかれたのかな。あ、5万3000円いかれてます。5万3000円、まあまあいかれてます。はい、これ5万3000円いきました。はいはいはい、まあまあ下降線をたどる一方なんですが、はい、じゃあ続いて次回はゼウスですね。あ、皆さん得意のですね、得意のゴッドシリーズ来ました。はい、まあ、なんか言いたいことあるみたいですけど、まあ、ちょっと言わないで来ますよ。はい、なんでコート着てんだろう。いや、これ多分動きもあるからさ、朝一の脱いでる場合じゃないと、天国とかを見てるっていう。2、はい、お、4連で GG ですか。これ次大事ですよ。お、バカバカ。まあまあでも関連します、ね、貯めるなよ。そこは勢いよくいかない。今日も銀行行くんですか。移動してみようかな。してみようかな、してみようかな、
あ、もう移動します。どうしようかな。あ、これか、うん、僕だったんですよね、してたら。はい、それはもうない、行きます。で、これが1なんですよ。ちょっとね、今1台目はしょっちゃったんですけど、うん、1台目、2台目と朝の変更判別をして、で、両方とも6だったんですよね、うん、で結構、奇数欠転配とか出てるんですよ。で、まあどうなってたかなっていう、あれでしょ、客がいなかったから動こう、はい、動こうみたいな。そう、そんな感じです。多分あ、そういうこと。実際そうじゃないですか。いっぱい空いてるから今のうちいろんな台をこうちょっと触ってみて、もうちょっといいで見てるかもしれない。ああ、なるほど。って感じだったじゃないですか。え、じゃあその 1,2 台目はどういう、そのまた戻ろうかなと思ってたって。戻れるなっていう感じなんですか。もう全部 なんとなく見て、はい、動きがある台をなんとなく頭に入れといて。あ、まあ、ちょっとプロっぽい立ち回りをしたと。じゃあなんかそのまあまあこれは私チェックしたい。多分そんなにここ来ないだろうなと思ったからですよ、そのコーナーに。ああ、なるほど。で、余裕でやってたからいけないんですよ。もうちょっと余裕がなかったら。ああ。でもまあまあコートとか着て余裕なかったですけどね。だからコート着てるのはそのチェックするためです。チェックするためは余裕ないじゃないですか。いやいやいや。まあまあ急いでますよ。はい、ということで1を打ちました。はい、はい、はい。ね、アポロンかってこと。次がもしかしたら200スタートかもしれない、はい、200スタートかアポロンの建物が出たんですよね、うんうん、まあ、で粘らざるを得なくなって800ゲームです。これ銀行じゃないですか。もう次で終わりですよ、1万円。はい、1000ゲームハマりました。あ、私ゴッドひどいな、ゴッドシリーズ。天井絶対行きますね、これね。行きますね。まあ、むしろ確信しました。はい、行った方がいいんじゃないかと思うんですけれども、はい、ここまで来たら。そうなんですよ、中途半端に当たって単発とかね。多分もう覚えてないですよね、ここから何があったかとか、うん、え、また微妙なとこで。何何、え、ちょっと待って、これなんすか。いやちょっと嫌な予感だ。だって私何も引いてないですよ。何回もこのパート聞いたことありますよね。だって私何にも引いてないんですよ。え、そろうでしょこれ。え、天井1300なんじゃないですか。いや1400プラスアルファです。これ天井じゃないの。まあでも V が揃ったんですよね。これ多分酔い越しなんたんじゃないですか。ああ、どうなんでしょうか。2人ともバカだから。15ゲーム、天井まあバカでしたもんね。じゃーん。た69K。大丈夫です。V 揃いなんで。69K です。だーす。200じゃ3個しよう。あんまりイラついてないですね、69K。そう。69K 使ってイラついてないですね。珍しい。よかったですね、とりあえず、とりあえずよかったですね。まあこれ200だろうなと思ったからじゃないですか。多分これ100出てきたら多分皆さん切れてますよ。なんとかしますよ。4連4連5連おい。なんすか、なんすか。え、ストック放出してるじゃないですか。放出してますけど、なぜか続いて、あー、これ、ほら。フリーズ簡単狙う必要もないんですけど。あ、すごいです。赤を押してくる。あー、二角でちょっと、二角ですね。ちょっとずれて、ちょっとずれて。やりました。ついに引きましたね、皆さん。やっと。しかもいいタイミングで引いたじゃないですか。エアルティ中っすよ。皆さんちょっとなんか言いたいことあるんじゃないですか、多分。でもこの動画だと分かりづらいっすね。そう、分かりづらいですよ。実際私が見てた時に、はい、はあ、みたいな、もっと引いたよっていうアピールをしてるのに、全然もうこんな感じだと。分かんない、この動画じゃ。
うん、あの僕あのディレクターなんでカットしましたまだわからないですよって言ってたんですよね。そうそんな感じだった。まだわからないですよ、まだゴッドそろうかわからないですよって言ってたんですけど、シュンってなってんのに、そこはあの僕の権限でカットしました。ひどいですね、自分の悪い部分が全部切り捨ててもう今見えますよ、2800、はい、2800枚。まあでも幸いあの皆さんが狙ってた台がまだ空いてるんですよ、ね、うん、だから終わったところでこっちに。暗くなったいやーそうですか、ちょっと回したら左の台どうしましょうか。はい、ということでゴッと引いた回なんですけれども、うん、総投資6万9000円で回収4万1000円で、2万8000円、まあ、また着々とね罰ゲームに向かって進んでいると。はい、はい、で次なんですけれども、ついに皆さんが打ちたかった台打てますよ。覚えてます？パチンコ。あ、1個前のやつですね。1個前の何？1個前の何？木刀でしょ？そうですそうです。ついに打ちます。じゃあそれ見ていきましょう。あー、打った。打ったなー。6枚目。ハハ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 ハね、焼け酒超飲んで、あの取れ高がないからあのディレクターに相談しますね。この番組ガジェットよみたいなやつなんだろう、1万円って何なんだろう、これで何ができるんだろう。私の目見てよ、見てくれないの、そらしてるずっと何を言ってるのもうちょっとパチンコ中毒者みたいなこんな長いこと前半撮ってるのに。あ、これ前半？前半ですよ、まだ夕方の5時になろうと。でも、もう7、8万使ってるっていう、最後の500円あ、ほら、あと500円でまだ多分午前中か昼ぐらいですよね、マイナス8万円行ってしまうと。あ、クリさんだ。アームストロングの栗山です。水瀬さんのあの今もう必勝者のライターになってるね、クリさんですね。あ、どうも、いっぱい出されたようで。はい、楽しくやらせて私と真逆じゃないですか、もうこれ8万ですよパチンコで8万ですよ。何やってんの。当たってる映画1個もないですからクソつまんない VTR ですよ。そうなんですよ、ちょっと言わないでください、クソつまんないとか。クソつまんなくならないように。本当に、はい、いや、本当このままだったらおっぱいの一つは比較できないです。本当ですよ、視聴者さんは納得しないですよ。おっぱいの一つやつ、いや、本当に二つしかないですよね。どっちか一つぐらいは。いやどっちか一つ、いや、だからもう出さなきゃダメですよ。出さなきゃダメですか。だ、いや、もうだからどっちかですよ、出玉出すかおっぱい出すか。どっちか。足じゃダメですか。足じゃ納得できないな。8万使った女の足は見たくねえな。あ、8万使った女の足。じゃあもう出してください、出玉を。出玉をね、あ、はいはい、当たりを引いてください。もうこれやめますから。あ、やめるんですか。やめます。何を。ちょっとあと皆さん女の顔になってる。なら揃えたいんで。何ですか、おっぱいとか言われたから。おっぱいとか言われたから。頑張ってください。ありがとうございます。いやいや、ほら女の顔になってる。そうですか。おっぱい。
最後までそれですか、はい、おっぱいはないですけどねあーあららら、ひどい、あーっつって上から見なせ。ここでまあやめるわけですよね。これじゃいかんと、まあ、気づく順番が逆だと思うんですけど。そうなんですよ、マイナスの順番を使ってで、あのお金だけじゃなくて番組的にもね、あの当たってる絵が撮れてないっていう。そうですね、さっきお見せしたあの4分の回を彷彿させる感じになってますから、まあ後半もこれじゃまずいと。そこでミナスさんのポテンシャルが発揮されるんですよ。もう覚えてないでしょうけど、いやこの後私上に行ったんですよ、スロットフロア。覚えてます。割とお客さんがいて、うん、どの台もちょっといい台を抑えられてるな、飽きないがないなって状況だったんですよね、うん、で僕はもう無理だと思ったんですよ。この回はこう設定積もるのは無理だと思ったんですよ、うん、そこから皆さんがそう。だってこの日やっちゃってますもんね、積もってますよね。そうです。何を積もったか覚えてますか。気泡の6ですよね。あ、すごい記憶力もいい。いや、すごい金使った時だけ覚えてますで、この日の結果がですね、はい、総投資マイナス10万円ですね。10万円大台に乗りました、はい、で回収が34,500円で、65,500円負けですね。で、まあ、ここがピークなわけですよ、うん、もう底辺ですよね、うん、本当もう罰ゲームまであと半分、うんうん、半分以上いってるのか。で、こっからですよ。皆さん見てください、このスランプが。そんなことありましたっけこの番組でまず勝った記憶がないですね。これでもこうやってみるとちょっとかっこいいですよね。ここだけなしにするとね、うん、なんか、うん、ドラマっぽいじゃないですか、うん、ロッキーっぽいですよね。いい展開ですね。タタ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 、マカオいけそうじゃないですか。そうですね、マカオいけそうですよ。そのビクトリーロードをね、見ていきますんで。ここから皆さんおはようございます。おはようございます。どうしたんですかね。その自分で笑っちゃってんじゃないですか結構ね、当たっちゃいけない病気なんで。寝落ち感あります。発症したんです。あ、まあそういう病気があるんですね。僕あんまそれ以上深く触れないですけどだってなんか打ちたいとか言うと前回打ったからねとか言うじゃないですか。まあ言うかもしれないとりあえずちょっと行ってみてください。忍玉とか、忍玉劣化の勝ですね。それすら分かってなかったっていう。まあ勝利は大前提です、はい、僕まああんまりこれ触れそれは当たり前、うん、これ以上触れないとこうと思ったんですよね。確かになんかこれ取ったら手首とか傷だらけだったら嫌だなと思ってそれなんか聞いたことある。前漫画でも書いたんですけど、その当時は 75% ぐらいあったんですよ、はいはいはい、ちゃんと計算してですよ。あ、じゃあ今日もその 75% で、ね、入ってれば勝てるはずなんですよ。初打ち手だったら、まあ、全然目標じゃないですけど、だから勝つことプラス20万負けから今日はどうでしょう。10万負けまで持っていこう。また大見え切ったなじゃあちょっと最後視聴者の皆様に気合を一言表現するなら、月光の時、月光の時なんだ尻取りすぎじゃないですか、はい、これ意識してまあ視聴者サービス的なね。意外に行かないんだ。あ、そうなんだ、はい、これにしようかな。なんかぼーっとしてたら人がいっぱい来ちゃった。もうしょうがない。あ、これクリさんいるでしょ、はい、クリさんいたか。クリさん来てるか。まんまだしたな。この台の取った根拠は適当。違いますよ。いや、いつもと同じですよ。前日の回数が、まあ、少なめですね、この台が。皆さん、傾向変わったって言ってたじゃん。もうね、ま、データ見てる時間なかったです。あ、これだこれだ、いた、これクリさん。このメガネして帽子してる人ですね。クリさんです。もう芸能人のオーラゼロですね上から見なせ。おお、ほら、もう1500まで来ました。本当だ、珍しいですねうまいな、3回目。やっぱ皆さん引き強いな。いや、これが本来です。本来の皆さん見からしょ。なるほど、カエルちゃん。さあ、5連あ難しいか。うまいな。さあ、スーパーチャンスですよ。これで13枚くれば強強か。
惜しかったな、惜しかったですね。50球ぐらいかな、はい。まあ悪くないですよ。これ一生終わんない気がしてきたな。お、強気ですね。いや、いいことですよ、それは。でこっから、地味な展開が続いて、今のも十分地味だったんですけど、うん、で結果何枚出たかっていうと、積み重ねたでしょ、はい、3000出てる。3000枚、前半でじゃあお金使ってないってことですね、あんまり。はい、フレーズシャグすごい、シャメ取ってますよ。携帯古いな、ガラケーだぞ。で、皆さんすごい頑張ったじゃないですか、はい、で、結果投資4000円しかしてないんですよ、この日、うん、で、まあ3000枚出ましたよね、うん、まあ大勝ちしただろうと思ったんですが、うん、皆さんここから1500枚飲まれます。あ、移動するんじゃなかったこれ、はい、移動して、うん、はい、結局、まあ、1500枚飲まれちゃうんです。で、まあただ勝ってますよ、4000円しか投資してないんで、うん、2万6000円勝ち、見事です。1500枚も伸ばした、バカじゃないの。この前に気づけよ。本当は帰りたいんですけどね、収録ですから、これでまあ前半ですからね、まだ打たなきゃいけない。で結局半分飲まれます、うん、でまあ2万6000円だ、調子いいですよ、うん、いい波がね、ちょっと上がってきました ね続いてると、はい、はい、ここからで、ここ見てください、この山。そう、それはでかく勝ってるってことですよね。これ気になりますよね、気になる。何だろう、この山気になりますね、何の機種だろう、はい、ちょっと見ていきましょうか。何やってんすかね。おはようございます。おはようございます。猛暑でございます。本当ですよ。暑いですね。今日ずいぶん早く着いたんですけどね、8時50分ぐらいにはもういたんですけど、はい、暑さで並べませんでした。ということで並び順は23番。まあ狙ってる台候補の機種があるんです。懐かしいですね、まあ、取れるかどうかですよね。これで出してんの、私非番号なんで危ないですね。もう日が足に集中、足打つさないでください。私綺麗な足してるじゃないですか。うわ、気持ち悪い。綺麗な足してるじゃないですか。気持ち悪い。そんなケツをね、え、ケツがいいって誰からの意見ですか。ケツがいいっていうコメントがあったんですよ、うん、あ、そうですか、よかった。じゃあもうちょっと結果よく狙われます、今。プリプリしちゃう。これいいけど、ちょっと何でもこの写真使うなよ。ちょっと行かせますか。はい、これちょっと見てください、この写真。これどういう状況なんですか、これ。状況ってなんですか。状況ってか、これな、これどういう感じなんですか。これの中ではどう思ったんですか、このポーズ撮ってる時。いや、なんかたくさんカメラ小僧の方が、カメラ小僧の方がいて、いて、はい、こっちお願いします、こっちお願いしますって言われて、最近こうやってやってたんですか。ちょっとあのカメラ向かって、いやですね。もう無理ですね。え、無理ですか。いや、いけるでしょ、ま、いけない、いけるでしょ。もうやめましょう、これこれ触れんの。いや、ちょっと一回だけね、あのやだよ、あの山田カメラ向かって、ちょっと何をやるの、この当時のポーズちょっと再現してください。ポーズも何も、こうやってやってるだけじゃん。あ、そうちょっともう一回カメラ目線。どうですか皆さん。なんもないでしょ。服も全然違うし、こんな露出してないし。いや、じゃあおっぱいフォローします。しない。乳首出しますか。出さないです。誰がケツがいいってコメント書いたんですか。いや、うちの親かもしれないです。うちの親、お母さん、産んでくれたお母さん、産んでくれたお母さん、うちの子ケツいいでしょ、ケツがいいわ、そんなこと言ってる場合じゃなくてさ。取れねえかも、取れねえ。一台しか空いてない。なるほど、まあいいか、緑のほうが一台といいですか、はい、まあ残り物には服があるかもしれないですからね。そうですよね、うん、そのパターン結構あるんで。はい、これ多分6ですよ。6だったんかなこれ。私この台打つの初めてというか、一度ガチスロで15分ぐらい打ったっきりなんですけど、朝一になんか変更したら降格行きやすいとかあるんでしたっけ。はい、降格というか、ジャケア状態ですね。上から見なせ、待ってよ、やだよこれ。これ嫌いなやつだな、反応してない、触ってるのに反応してない。あ、これちょっと物議を醸し出すシーンですね、ここ。僕はやめとけって言うんですよ、左反応しなかったんで。失敗すると、ちょ
っと余計なこと言わないでくださいよ。怒ってますよ。まさにその通り。だってそう思うじゃないですか。ものすごいコメント欄も叩かれました。翔さんお前が余計なこと言うからって。あ、そんな私の味方の人いるんだ。いますよ。視聴者さんで。あ、そうですか。ありがとうございます。はい、で、前半の見どころ。はい。以上です。嘘。これで終わりです。はい。で、この後、997枚出てますよ。はい。もうここで、そう、調子はいいんですよ。1000枚近く出てますから。あ、なんか引いたの覚えてるな。覚えてます？うん。お、ここで。大チャンス。やだやだやだ。そうですね。押し順ではないです。もう決まってますね。お、ださあ、ビリーボーナスですね。はい、とりあえず今ドン ART 中だったんで、はい、ビリーがまあ合体したというか来て、まあ、大効果確定しましたけれども、ここからですね、はい、ドン揃いのチャンスですね。まあ、とりあえず15枚超えなきゃいいわけです。怖いな、2ゲームで終わることがあるってことですよね。まあ、これレバー大事ってことですね。さあどうでしょう。これ必ず問わなくてもドンって言ってくるんですか。ああ、いや、あの、おっとこれがすごいもんだってことに気づいてないかったよね。はい、とりあえず、うん、まあそうですね。この前のドンって言われたらおかしいですこの当時は。これが払い出しがなゼロですよね、ペイが。はい、ゼロですよ。はい、これはだから一番いいもの引きましたね、皆さん。はい、笑ってるだけ。よく分かってないから笑ってごまかすんですよ。よく分かんないときは。あ、こういうことですね。あ、これが、まあ、ドンって言ったらもう一角なんですね、多分。あ、これで、はい、15枚終了ですね。まあでも全然いい方ですよ、本当。いい方ですか。はい、これがきっかけになってさらに出ますんで。継続ですね。はい、あ、でもそれはプラスアップは違うのか。あ、スーパーだ。おあれ、あ、取り点から中段揃いって4つスーパーなのかな。いただきます。どうしよう、これで乗んなかった。お、いきなりチャンス。はい、あ、こんな感じなんですね。簡単ですね。簡単、リフレで乗っちゃう。あー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 、どうして外しちゃう。あら、あーあー、ここでチェリー引いて。あらあらあら、これ複数ストックのチャンスじゃないですか。むしろいいじゃないですか。チェリー、あーあーあー、いいね。あ、え、うわ、すごいですね、これ。これすごいですね。めっちゃ楽しいですよね、これ。言うても 4.5 分の1ですかね。今3ゲーム連続ですよ。本当だ。3個目。全然違いますね。全然違いますね。マイゲーム争いみたいじゃないですか。ねえ。お、あ、ここで。あら。ここでこれ引きます。さあどうします皆さん。右をタッチ狙って。正解。あ、ナビ出てんだ。すごい音ですね。音の方ですか。確かにすごい音ですけど。バイキングラッシュですよ。すごくないですか。すごいですね。やりましたよ今日。はい、ということでバイキングラッシュありますけれども、とりあえずさ、初期ゲーム数が10ゲームで、どんどん、まあ、ビリータッチで正解していくごとに倍となっていく、まあ、3回連続で正解したら80ゲームで、まあ、全部、まあ、5ゲームなんですけど、5回正解したら320ゲームとなります。で、5回正解した後はその後320ずつ正解するたびに乗っていって、失敗したら終わりと。で、あともう一個あれですよね、5ゲーム目に突入するスーパーバイキングラッシュ、スーパービリータ、ビリータチャレンジですね。はい、ビリータチャレンジですね。が発生して正解すれば全正解扱いになるので、はい、320ゲームは発生、はい、それ引きたいですね。はい、やばいなぁ、いきなりさぁ。
あと全員不正解だとまた頭からやり直しになりますよ、ね、おお、それ狙おうかな。もうそっちですか。理解が早いですよね。よし、お、いいですね。とりあえずかける2で20ですか。はいはい。うーん、ナイアガラストーム、はい、これですね。花火ですね、はい。お、いいですね。間違えました、左選ぶだろうな。で、40と40。やっぱ片押しみたいな、片方で押して。私も番長のあの確定後の、はいはい、2択も、もう、もう完全決め打ちですね、変えない。はは、あー、あー、惜しいですね。さあ、最後問題の出るか。あー、出なかったですね。お、まあいいですね。いいですよ。5本中3本、80ゲーム。全部左でいけた。まあ今日左の日だったんですね。あのいろいろ前半からあの鑑みるに。右押させた人いましたけど。はい、ということでバイキングラッシュはちょっとしょぼい感じになったんですけど、うん、これだけじゃ終わらないですか今日の皆さんは。持っていきます。あと残り。しかもスーパー大公開中ですからね。はい、乗ったかな。はい。あー、7個、8個、9個目ですね。9個だって。10個いきましたね。もうこれす、まあスーパー中ですよね、バイキングだから。引きすぎ。いやだって確か5分の1個ですよ、10個。おお、またすごいの出た。で、まだ終わらない。あら、これだけじゃないっていう。あ、外れですね。そこ単独か、どっちかですね。あれ、あー、リプレイなのに。これは何かしらいそうですね。うわ、あ、ロケットだ。ロケット、うわ、全部出した、本当にこの人。何この人。そうだ、1個残った。何この人、何この人って言ってましたよね。全部出しましたね、この台のね、特化ゾーン的なの。そうですね、はい、衝撃的ですね、今日は。全部引くとは思わなかった。で、まあこれが結果どうなったかっていうところ、はい、はい、あ、終わった。終了です。なんすか今の。ちょっとあるかと思ってました。あ、終わったって。取り切れた。いや、もっと取り切れないと思って。あ、そうかってことですね。あ、そうですね。お疲れ様でした。素晴らしい新記録突破の。そうです、はい、一撃、一撃です。でも、はい、もうちょい流したら全部であると思うんですけど。あ、そうですね、はい、解消でございます、はい、お楽しみにということで、はい、はい、上から見なせということで。勝った時って記憶にないね、はい、あんまり。あ、記憶ないですか逆に。あ、これこれで、なんとなく出たかなぐらいは覚えてる。あ、それくらい覚えてるけどって感じですか。まあ、投資7000しかしないですから、しかもこの日。ああ、はい、で回収8万1000で7万4000円の大勝利ですね。はい、はい、こ、それがこれですよ、このね、うん、で、こっからですよね、うん、すごいですね。こっから加工戦が始まるわけですけど、すごい、はい、で、ここで皆さんがある台を打つんですよね、うん、今までさっき来た台を。朝から。朝からじゃないです、途中から移動します。これでしょ。これです。というか、兆候で決まってるかもしれないですね、もしかしたら。兆候じゃ。ああ、そうかもしれない、これ覚えてます。だって大事なもの捨ててるんだ。そうです、これしかも6だったんですよね、うん、ああ私何に一番イライラしたんだっけ。あのおっぱいのやつが出てイライラしたんだ。それ、これから出てくるの、ちょっと注目してください。あ、これだ、これです、これ。どうですか今改めて見てみて、このおっぱいがこうね、乗ってますよ。これ浜辺ですか。でも大画面にバーンじゃないですか。はい、何が楽しいんですか。これもうカイザーうおーってなりますよ。ザーチャは好きでしょ。でもザーチャこの人あんま好きじゃないか。あ、信長様はね、ノブさんね、ノブさんって言ってましたけどね。ノブさん、ノブさん本当になんかこういうの好きな男気持ち悪いみたいな感じだったじゃないですか。そうですね、今でも変わらないですかその気持ちは。
なんでそうなっちゃったのかなっていうのが今やっぱり親の教育が良くないとそういう風になっちゃうのか。親の教育とかなんですか。いや、辿ってみたら多分家庭環境から始まるじゃないですか、そういうのって。うん、複雑、家庭環境複雑だった。なんか愛情に飢えてる人とか。愛情に飢えてるとこういう方行くんですか。その二次元の方っていうか、まあ、二次元の方に行く人ってなんだ、やっぱ女性経験がない人とかですよね。まあそ、まあ、カイザーは童貞じゃないってもう言い切ってますけど。あ、ついに。いや、ついにっていうか前から言ってますよ、結構前から。あ、そうなの。なんか嘘くさいですよね、でもあれ。いや、でもクリさんはこれマッサージ師だからうまいとかってなんか。あ、そうなんですよね。うまいんじゃないか。生体の免許持ってるんで、はい、カイザーさん。まあ、ちょっととりあえず続き見てきますかね。で、こっから皆さんあるラインに移動します。覚えてますかね。こいつです。 SVFX 食べますね、はい。出ればいいんですか。あうそ、赤外してたらもう何が。フェイスオブガードが全部外れるやつでした、ね。はい、そうです。また何回出たんだっけ。してくれましたね、今ね、はい、5回ぐらい。はい、もう全部お送りしてもあれなんで長くなっちゃうんで。なんすかこれ。なんてなんてなんて。大丈夫ですか。緑保留当たる当たる。緑保留当たる当たるって言ったんですよ今。当たってくれっていうこと。あ、そうです。ロロ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 パターン。もう 4.5 いってるとこいってる。そうですね。で、最後は多分、はい、カスなんで、これ。カスなんでこれ。最後はカスなんで。もう終わって、焼き返しますよね。カスっつって。これ当たんなかったらどうします。出ました、新滅ゼロ。全く人の話じゃないですよ。 50% ジャッカール。これが青だったらもう、これが赤だったら絶対当たりますよ。あ、絶対当たる。絶対当たる。緑掘るから絶対当たる。なるほど。マジ当たんなかったらどうしたらいいのか分かんない。うさんくさいセールスマンみたいなことですけどね。はい。あはは、青で、残念。見ました今のって。あ、おばさんいますよね、ホールに。いますね。ほら。ほら、当たらない。もう、それ変えないで、みんな。あ、その後ろでそう、人が見てたんですよ。当たる、ついに当たるっぽいみたいな。で、結果ですよ。結果。4万4500円負けですね。あ、ここから急激な下降がどんどん始まっていくわけです、はい。ついにじゃあ1周年迎えるわけですよ、はい。ここら辺、ここらなんか24のここまでですよね。はい、はい、これ1周年です、まあ、これちょっといろいろ負けまくるんですけど、うん、ちょっとここは割愛します。じゃあちょっと1周年、負けてエンディング見てみましょうか。1周年も、はい、はいはい。皆さんお疲れ様です。お疲れ様です。1周年おめでとうございます。ありがとうございます。ということで、あの本日の総投資を教えていただいてよろしいでしょうか。はい。全然見ないですね。見ますか。ちょっと見えないんで読んでもらっていいですか。総投資7万円回収ゼロ、マカオまで68万8000円。どうですか、聞こえました。まあ、まあ使えましたね、この辺。はい、バッチリ聞こえました。ということで、皆さんが今一番ハマっているチェーンとなりましたけれども、予想設定の方はいかがでしょうか。5。まあでも、5って言いましたね。皆さんの味方ですよ。皆さん間違ったことしてない、今日は。確かそれで5か4か5か6だったんですよね、確か結果ね。してないよ、北斗も存じないしかしてないし。でも負けるときは負けんだよ、こんなに。ということで、じゃあ1年見守ってくださってる皆さんに最後ちょっとメッセージをいただけますでしょうか。
あ、それメッセージですね。はい、私が頑張った1年間の結果はこれです。こんなです。いくら頑張ってもプラスになることはありません。今18万8000円負けてますね、1年間で1回のロケで1万いくらずつ負けてるという感じ。あ、1万円ぐらい、うん、本当だ。あのちょうど皆さんが最後コメントいただいたところで後光がさしてきましたね。あ、もう映んなくていいです。私はシルエットが分かれば分かんないですか。え、本当。その終わり方。これ1周年ですか。1周年です。はい、はい、というわけで皆さん1年1年目ですね。上から皆さん1年目振り返ったわけですが、はい、いかがでしたでしょうか。意外と覚えてないんだなって。覚えてませんでした。意外と覚えてないことがありました。はい、新鮮でした。見ててこんなこと言ったっけっていうのも結構。例えば何。例えば思わせちゃった。例えばこんなこと言ったっけなみたいな。さっきまで覚えてたんですけどね、忘れてました。まあただこれ1年目ですんで、あの2周年分やりましたんでね、次回はあの2年目振り返ってきますんで、うん、はい、じゃあぜひまたね、皆さん得意な視聴者さんに向けて、もうやだそういうの、締めをね、あのカメラに向かっていただけますでしょうか。言葉いや、おっぱいでもいいですけど。いやですよ。なんですか、別にこんな実践もしてないし。うん、実践もしてないけど、まあ、見てて、じゃあ感想をね、この1年の感想、うん、ひどいですね。じゃあそれを SK2 っぽい感じで、あの、もう一回いきましょう。やだよ、SK2 っぽいの好きですね。好きです、SK2 っぽいの。こういう感じでいきましょうか。こうですあのカメラ目線。ひどいわね。いいですよ、新境地、新境地、新境地、うん、今マツコデラックスっぽくもあったもん。桃井香織っぽくもあり、うん、というわけでね、次回も、はいはい、楽しみにしてください。はい、よろしくお願いします。お願いします。